はっさぎ回ってしまいました、ね、いいね、やっぱねリアルワールドにもね、うん、温かい場所があったという。そうなの、あったんです。いや、はいはい、現実にも生きてみたくなりましたね。生きてください。はい、本当にそんな現実は。相馬さん誕生日そろそろですよ。お30歳だね。うっそ、いや逆逆。いやそうは言ってない、そうは言ってないですけど。いやどう、何くれる、え何が欲しいかな。何が欲しい、まあまあまあ、でも候補を聞くだけ聞いとく。椅子、あー椅子ぐらいならね、まあ25万円ぐらいのやつは。ふざけんなよ。その値段言った時点でもう絶対買わねえよ。向こう10年前借りでいいから。それぼかしてくれれば俺ワンチャン買ったかもしんないけど、もう25万って言ってミスったわ。それで椅子プレゼントしたら俺どんな富裕層だと思われちゃうの。やっぱでもさ、椅子ってこうさ、こう我々こうデスクワークもあるわけじゃないですか、うんうんうん、やっぱね俺割となんか普通のおしゃれ椅子みたいなやつを今使ってるんだけど、うんうん、やっぱちゃんとその人間工学に基づいた椅子が ね、やっぱ長時間座っても疲れないって言いますから、うんうん、おしゃれ椅子はさ精神的にはめっちゃ満たされるんだけどね。わかる。そうなんだよ、腰がねもう爆発する年になってきたからね。本当にね、長期間長時間の作業にはやっぱりね、そうそうそう、腰を保護してくれるっていう前提のやつじゃないとね。本当やっぱりね腰ちょっとだんだん怖くなってきて、なんか前も話したかもしれないけど、うん、その整体の先生に、うんうん、それ男性の先生だったんですけども、あの海斗くんに教えてもらったと思うね、うんうん、あの先生にそのお尻が硬いから、うん、絶対将来腰やるぞってすっごい言われて、うんうんうん、なんかでもやっぱりさ生活しててさあんまほぐせないじゃん。そうだね、お尻は特にね。そうなんだ、からまあせめても椅子でせめてものをこう対策をしていきたいなっていうぐらいかな。 あとでもなんか欲しいもの、まあでも30歳が俺これある。何？手紙。は？手紙書いて。やだ。いやいやいや、これもうほんと30歳なんか1回しかないんだから。いや、知らん。まあ、毎年そうですけども。そうだよ。手紙、カイトくんの手紙欲しいな、俺。なんで？いやいや、欲しいからだよ。え、それをどうするの？いや、だから、北総 M よね。え、なんか、例えばだけど、それをなんかこう、メディアで使ってくれるんだったら俺は全然いいけど。うん、だからもう、ダメチューブに朗読あげます。ダメチューブはもう最終回迎えただろ。やだよ。やだよ。なんか、ね、使われもしない手紙を書くのは絶対に嫌だ。あ、ここで読んでもいいって。別ギャラですけど。それじゃあ俺が出すわ。え？え？いや、じゃあ割といいネタ設定できるよね。25万円。手紙はやだよ。いや、これはでもね、いや、ほんとやっぱりさ、気持ちいいじゃん。やっぱりワープロで打ったやつでいいですか。まあ、いいけど、できれば手書きがいいよね。なんでなんで。いや、やっぱ、カイト君の字素敵だと思いますから。うわ、ムカつく。うわ、もうめっちゃムカつく。もうそれだけでもうイライラするもん。手紙って言われただけでも。なんでだよ。めっちゃイライラする。椅子より、まだ現実的だろ、だって。いや、なんかさ、こう、俺らってさ、こう、なんだろう、ありがたいことにさ、ファンの方からめちゃめちゃさ、ファンレターとかいただくじゃん。うん、はい。で、こう、皆さん、こう、思いを綴るのがうまいわけよ。確かにね。そう。それを見てると自分でできる気がしないわけ。クオリティの高い作品をもう目の前で見てるから。いや、できますよ。できません。いや、もうね、決まりですかね。罰ゲームじゃん。決まりだって。いいか、俺にも誕生日はあるんだぞ。いや、僕は全然いいですよ。おお、なるほど。じゃあこれ俺の勝ちってことでいいかな。俺の負け。ちょっとまあね、どうなるかね。いやだーマジで。なんだよ、ゲームで負けたわけじゃねえのになんで罰ゲーム受けてんだよ。いや、ありがとうございます。最悪だよ。いい手札の切り方はできたな今日。よーし、書くぞ。ではお便りいきましょうか。はい。ダメラジネームキノコ先輩さんからいただきました。はい、ありがとうございます。うわ、これ俺冒頭で話そうか迷ってたやつ、お便りできたわ。何？相馬さん、カイトさん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。お二人とも千年パズルの話をよくされているのを聞いていたのですが、うん、この度バンダイさんより千年パズルのプラモデルが発売されるそうです。おー。しかも原作を再現するために組み立ての手順は記載されないようです。いいね。これはお二人にお伝えしなくてはと思いメールさせていただきました。まだ夜は冷えますが体調にお気をつけて過ごされてください。これからも応援しています。めちゃめちゃ熱いじゃん。これはもう夢だよね。うん。いや、マジでさ、うん、その年齢層高めに向けて出してるよね。そうだよね。結構特定の層に刺さるやつ、ね。だって今のさ、遊戯王好きな子たちってさ、うん、きっとこうアニメとかで新しい要素、はいはい、だからもう生贄召喚って言わない、アドバンス召喚っていうタイプの子たちでしょ。はいはいはい、そうなってくるとさ、
千年パズル知らない可能性あるからね。いや、ほんと、じゃあみんな乾いた叫びとか聞いてないの？あー、もうね、大名曲ですよ。ねえ。もうほんと大好きですから。これ、千年パズルでもいいですよ。プレゼント。あ、ほんと？じゃあそれするわ。だ、千年パズルの中に手紙入れたりする。だから追加用途じゃん、それは。組むと、手紙の文章がわかるっていう。なんでプラグイン入れてくんだ、おかしいだろ。回しながら。ふざけんな。なるほどだって。絶対やだよ、じゃあ。ちゃんと俺ピースプールの中から取ってくるから。それね、原作1話ね、それ、ね。じゃあ、俺は、城之内くんとかやんなきゃいけないわ。最初の。そうそう、ちゃんと俺ホンダみたいにブロック落ちてきて学ラン挟まれるから、ちゃんと。先に行け。先に行ってくれ。学ランを脱げこれは果たしてどれぐらいの方に刺さるのか分かりませんけど、ね。